朝ごはんって食べる、どれぐらいの人が食べてますか、ちゃんと。その僕もですね、その朝昼、結構兼業になることが多くて、だいたい11時ぐらいに朝も昼も、花さんありがとうございます、バチャット。そのね、10時ぐらいに起きて朝昼兼業みたいなこともね、結構あるんですけど、ただまあそれはですね、学生だった頃とかはね、中学生、高校生の頃は考えられないですよね。大体僕、その結構学校はね、遠かったんですよ。片道大体2時間ぐらいかけてたのかな、毎回毎回。で、2時間ぐらいかけて、あ、食べてる。みんな偉いっすね。すげえ、あ、みんな食べてんだ。そうね、2時間あっという間ですよね。あ、みんながっつり食べてる。まあ結構食べてますね。で、実際ね、食べてない人もちょくちょくいますけど、なんかね、こう食べてることが正義みたいな感じじゃないですか。実際、朝ごはん食べようっていうね、そういうのあるじゃないですか。で、まあその、なんかね、食べてませんっていうのは言いづらいっていうか、人権を失いつつある、ね、こんだけ食べてる人多かったらごめんなさいって感じなんですけど、その、なんか、時間が取れないんですよね。時間が取れないっていうか、まず、普段、まあ朝起きて、中学生、高校生の時は、片道2時間とかかけたから、朝6時半ぐらいに家出たんですよ。だからもう本当に、パン一切れつまめればいいみたいなね。バナナとか、こう、なんていうの、片手に持ちながらダッシュで行くみたいなね、よくあったし、あと、まあ最近、そうね、こんな怠惰な大人になっちゃダメだよって感じなんですけど、朝10時とか11時とかね、平気で起きちゃうんで、そうなると、もう朝ごはんじゃないな、昼ごはんもまとめて食べちゃおうみたいな感じになっちゃうんですよね。だからね、割とね、朝ごはん皆さん食べてて、ちゃんと規則正しい生活ができてて、素晴らしいなっていうふうに思います。Thank you.